修法学院へようこそ。本日はあちらこちらで夏祭りも開催しております。その夏祭りに浴衣デビューをしたい、また浴衣が初めてという方のための帯結びのレッスンをしてまいりたいと存じます。浴衣の着方は昨年の YouTube にたくさんアップしておりますので、そちらで、レッスンしていただきたいと存じます。では早速参ります。まず帯の3倍半ですね。1倍、2倍、3倍、3倍半、半のところをご自分でされる場合は胸の前ですね。これは、背中、背中心のところで三角を作ります。そして、浴衣帯を一巻きいたしまして、ここで一締めいたします。で、垂れ先と手先っていうのがあるんですけど、この短い方が手先で、長い方が垂れ先になります。垂れ先を2つに折って、手先の方も2つに折ります。手先を上に一結び、しっかり結んで、もう一巻きここでして、ご自分の時は胸につけますけど、手先を胸でつけます。で、垂れ先を肩幅より短く、胸幅より少し長め、そのくらいの長さを取ります。で、すのこ畳といって中に畳んでいきます。で、中途半端に残った場合はそれは残りを芯にいたします。そして一つ山を作りまして、芯にして山を作って、一つ山の向かいひだを作ると、このような形になります。このような形ですね。で、これを立てた形で手先でくるみます。1回2回で2回くるんで、残りを浴衣と帯の間に入れてしまいます。あとは少し羽を広げて表情を整えて出来上がりでございます。前の方はこのようにリバーシブルの場合は折り上げて少し華やかさを演出するのも良いかと存じます。これで出来上がりでございます。この一文字は年配の方もお嬢様方も通用する帯結びでございます。よく見かける帯結びではあるとは存じますが、やっぱ大きすぎたり小さすぎたりしないように、表情を豊かに作ることが大事でございます。最後までご視聴ありがとうございました。